因果応報、あなたを苦しめた方の顛末というものを三択占いで占ってみたいと思います。まあ、ガチでね3枚選んでみたんだけれども、結構激おこプンプンな3枚がね、出ちゃいましたね。もうちょっとなんか綺麗系の菩薩系、のカードにが出たらいいかななんて思ったんだけど、ことこの散歩工事に関してはもうなんか選ぼうと思った前に絵が浮かんで、引いてみたら出てきちゃったね。この名五体の3枚からぜひ、選んでみてくださいね。まあ比較的このタイのねグンダリミ王が比較的優しいかなと、感じます。もう三宝光神様、そしてゴンザンゼミ王様も激おこプンプンですね。結構物々しいカードになってしまいましたが、ピピッときたものを選んでください。それではまず銘の三宝光神様から選んでいきましょうか。この三宝光神様はね、天変地異、災害を司る神様と言われてますね。怒らせると非常に怖い神様と言われてますね。誠心誠意向き合うことが肝心ですと書かれてます。ゴンザンゼ明王様、こちらは仏教の明王様なんだけれども、ヒンドゥー教のあのシバ神、破壊の神様をやっつけたと言われてるね、非常に強い明王様ですね。自己中心的な考えを取り払ってください。プン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 。そしてグンダリ明王様、この明王様はね比較的優しさがあるかなっていう感じがします。頭冷やしなさいよとか、もう一回考えなさいとか、距離取りなさいみたいなね、問題を乗り越えてくださいっていう、メッセージ書かれてますね。しかしどれも強い、怖い、プン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 って感じのカード3枚になりましたね。まあ頑固な方という波動をすごくもう感じているんですが、愛もあるんだね。頑固一徹って方で、ちょっとぶっきらぼうな方だね。初めはあなたのねありがたみ、あなたの寛大さとか愛とかね母性に関して非常に感謝の念を持ってるんだけれども、途中でそれがなんか当たり前になってしまうよっていうのが見えるね。すごくね縁の深さ、結構もう何世代にもわたって、こう何世にもわたってね、続いてきてる縁の深さがある方だというのが見えます。あ、結構天気が来るね、だけどね。まだまだ、あなたに意地悪してね、苦しめたんだけれどもね、まだまだね、この関係性が続くよっていうのが見えるね。続けたいんだっていうね、お相手様からのすごく強い力が、
感じますね。ただ聞く耳を持たないような頑固さみたいなもの、ある意味愛がしっかりとね、あなたの寛大さとか愛にね、しっかりとした気づきを持ってらっしゃる方なんだよね。それをご自身の生涯に押し込めてしまってるんだけれども、縁に関してはぐーっと続いていくっていうのが見えるね。まだまだこう切れないよっていう力を感じますね。教育しなさいっていうカードだね。そんなお相手様を教育しなさいよと、神からの啓示、それがもう宿命だよっていうカードが来てるね。意地の悪い人になってしまってるんだけれども、まだ見捨てずに受け入れて教育しなさいって、もう嫌だよって言いたいねそんな意地悪な人もう知らないよって言いたいかもしれないけど、そういうカードだね。まだまだあなたの宿命としてそのお相手様を見捨てずに教育しなさいと、伸ばしていかなきゃいけないこう縁だよっていうのが見えますね。ちょっと本当になんか離れられないって、この頑固な人と離れられないよっていう、カードだね。あなた自身がね、この方とお付き合いしていくにあたって少し狡猾になりなさいっていうカードが出てるよね。ただただ誠実さとか純粋さだけではこの方とやっていけない。狡猾になれっていうとちょっとね、言い過ぎかもしれないけれども、少し利口になって、テクニカルなアプローチで、この方と接していく必要があるよっていう、縁が切れないんだよね。だけどもう付き合っていかなきゃいけない、顔は付き合わせていかなきゃいけない人だから、それが見えるよね。顛末だけど、本当に縁が切れずにずっとこの方との縁が続く可能性があるっていうのが見える。断罪するにはもうあの時すでに遅しっていうのがあるね。非常に、ダークパワーの強い方ですよね。さっきこうちょっと狡猾にならないとこの方とはうまくやっていけないよって言ったんですが、最終的にはやっぱり希望は見えるんだけれども、夜空に輝く星っていう形でね、なんかちょっとあなた自身も、このお相手様の領域に引き込まれてしまう形で、縁が続いていくっていうのが見えるよね。非常に強い方だっていう、この三歩個人様のね、このカードなんだけれども、選んだ方なんだけどね、この、あなたのね、こう意地悪した、あなたを苦しめた方の顛末っていうのはあなたと一緒にあるよっていうのが出てます。ちょっとゾッとするかもしれないけれども、折り合いはつけられるって出てるからね。
自分の尺度をね非常に大切にする方だっての出てるよね。やっぱりお金とかね、この物質世界における成功みたいなものにこだわるよという。攻めるね、全部ソードひとしきりね、この社会の酸いも甘いも経験してるよっていうのが見えるね。やっぱりお金だ、物質的なものというものが来てる。ああ、最後仏門叩くみたいに来たね。まあね、自分と異なるものを受け入れないというような頑固さを持ってる方なんだけれども、それがたたってまあ行く非常に深い境地に入っていくっていう流れが見えるね。そうね、自分の価値観の外枠、外壁が非常に高く丈夫な方で、その柔らかく自分と異なるものを受け入れることができないよっていう力がすごく働くんだよね。だからご自身の中の内で大きな変化とか、やっぱ神聖な部分っていうのも見出す方なんだよね。こう運気みたいなものをぐるぐる自分の中でもある。最終的には生涯というちっちゃな枠の中に大河を見出していくっていうようなね、あの深みが増すしていく人だよっていうのが出てるね。なぜあなたをね苦しめたんだいっていうところ見て、ここ受け入れないとかだね。そしてビグです。社会の中での団体の中でのね、一つの役割をまあやりなさいっていうパワーだよね。まあこの孤高の存在という力と、相反してるんだけど、あなたの中にあるね崇高さとかを、精神的な高まり、こう冷静の高さみたいなものに嫉妬してる感があるよね。だからこのお相手様からすると、あのお高く止まってんじゃないよとか、綺麗事言ってんじゃないよっていう風に見えるかもしれないよね。でそうなんだけれども、あなただけども社会性っていうのも非常に持ってて、この方からするとね、すごくすごく意固地になってやっと得てるものなんだけど、あなたはすごくナチュラルに自然にあのやることができてしまう。この方にとってはあの社会性っていうのは非常に気難しいもんなんだよね。すごく考えて考えてね、こう作戦を練って到達するもんなんだよ。だけど、そこら辺はあなたは非常に当たり前のことのように自然にやれてしまうから、すごくそのお相手さんからするとあのお高く止まってるように見えるよっていう、メッセージが来ますね。なんとかしてね、あなたの崇高さ、そのあなたの世界観を世界観に一服持ってやろうというようなね意識で、あなたをいじめるんだけど、最終的にはこのお相手様の方がね、屈するっていう、美意識に屈するよって、あなたの神聖さに、冷静の高さに屈するよっていうのが見えます。
ただね、多くのことをあなたをね、本当苦しめに苦しめた人なんだけれども、そしてあなたの方が正しかったとこのお相手様は気づくんだけれども、ただ謝罪の念とかね、うん、自分がこう間違ってたよとか、うん、あなたの言ってたことが正しかったよというようなことは一切言わずに、うん、あなたの視界から消えますよっていうメッセージが伝わってきますね。最終的に孤独名な方でね、うん、このシャバ人と離れてね、仏門を叩くような、うん、ある意味非常に極端な、うん、成長の仕方をされる方だっていうのが見えています。もうこの方にね、随分苦しめられたとは思うんだけれども、あなたがもう彼にしてあげられることはもうないですよっていうのがあるよね。あなたがこの方にしてあげられることはもうないですよっていうメッセージが聞こえてきます。この人生のね、この縁におけるこの人生の試練、キャリキュラムにおいて、あなたがこの方に伝えるべきことはもう全部伝えて、もう十分伝わってるよって、あなたがこの方にもたらした恩恵っていうのはじわじわと、うん、じわじわと聞いて、この方の、うん、思考パターン、そしてさらにはその思考パターンが反映するね、行動パターンを変えるよっていうのが見えてますね。うん、あなた自身がなんかゴンザンで妙だったかもしれませんよね。うん、しっかりと改心させるっていうのが見えます。うん、少しなんかせっかちでね、行き急いでる方だなっていう感じがするね。力が伝わってきます。潜在的にね、あなたと競争しちゃう方かな。あなたの中に眠っている強さとね、うん、競争しちゃう、それに気がついてね、競争しちゃうよっていうメッセージが飛んでますね。グンダリ冥王様、一番希望がある方だけど、最後ですが来ちゃったね。うん、やっぱりなんか自分ファーストな方なのかな。うん、決してね悪い人ではないんだけど、うん、ちょっとせっかちで自分ファーストで、であなたの中にあるやっぱり潜在的な強さっていうものに気づいている、だからそれと争わなきゃいけないよっていう意識に駆られているっていうのがね見えますね。うん、で破滅に向かって進んでしまう。まあこの破滅っていうのは一旦の終わりっていうことでもあるから、これがここからまた変わっていけるよっていうのがあるんだけれども、まだ大きな人生の挫折っていうものを知らない方で、うん、もしくはそのターニングポイントをね非常に恐れてる方かもしれないよね。一回こうガツンとなんか痛い目にあって、うん、人生を一度頓挫すると非常に人間味豊かな方になる、こう良くなる方かもしれないけど、そのターニングポイントに到達することを恐れている方かな。そのくせなんか非常に行き急いでて、うん、突っ走ってる方っていうのが見えるね。今の心境っていうのを読み解きたいと思います。
チャーも物質、そしてこれは高次元ですね。物質的と精神的といったところでしょうかね。うん、一番何か希望があるねカードだったんだけどね。改心とも取れたんだけど、ちょっとこのまま終わっちゃうかなっていうようなね、重めの、うん、カードが来ましたね。なぜあなたのことをねこういじめてたかっていうのは、やっぱりあなたの魅力みたいなもの、まあ物質的な魅力とそして精神的な魅力に対して恐れを抱いていたというのが見えますね。うん、非常に強がりな方で、自分の弱さを見せたくないっていう力がすごく伝わってきます。うん、あなたをいじめていた理由っていうのはね、パニッシュメントしてたのは、その理由っていうのは絶対に本心は言わないよと、口を閉ざしたままもう言っちゃうよっていうのが見えますね。うん、ただ同時にね、彼が行き着く先っていうのは、これもまあ非常に不吉なのが出ちゃったんだけど、人を呪わば穴二つなんて言われますけれどもね、墓穴二つと、うん、そのやっぱね、今回のカルマっていうのがね、まあ、単純にこうカルマに対するカルマ返しっていう形じゃなくて、高次元に一回消化されて天罰という形で落ちるよっていう流れが見えますね。あなたをいじめたことに対する、まあ、その見返り、それ相応の見返りが結構きつい形でこの方に落ちるっていうのがありますね。まあ本質的に優しい方かもしれないね。優しいし、その未熟ゆえにあなたを苦しめたっていう罪に苛まれて、それを力に変えてね、成長できれば、ひょっとすればね、嬉しいことかもしれない。そのことが本当に望ましいことかもしれないけれども、自分がやった罪の重さに潰されちゃうっていう、メッセージがすごく強く出てますね。ね、非常にひどい目に遭わされたってことで、その気持ちをそのままね、このお相手様に送っちゃうと、まあやっぱカルマ返しというか、で人を呪わば墓穴二つで、まあ自分に戻ってきちゃうんだけど、やっぱりそのままなんか一念飛ばすというよりは、高次元にこう一回上がって、その天の裁きという形で本当に回って、この方をまあじわじわと追い込むよっていう構図が見えますね。ちょっと浄化しましょう。まあね、最初結構ね、激おこぷんぷんなカードがね3枚来たからね、どうなっちゃうかなと思ったけどね、久々の三択占い、まあ因果応報シリーズ、なかなか自分でもやってて興味深かったなと思いました。最初はね、なんか最初の3枚は自分で選んでもいいかなと思ったんだよね、今の気分で。だけどガチで引いてみたらね、ほんとこんなって言ったら怒られちゃうけどね、あの強いカードが来たんでね、この散歩工人様に至ってはね、私引く前からもう絵が浮かんだんだけどね、まあ、まさに来てちょっとドキッとしちゃったんだけどね。まあね、人生やっぱりね、試練なんですよね。私たちやっぱ意味があってね、この今世に、まあ、生かされてますのでね、いろんなことがありますしね、本当にもうたまらんというようなね、
嫌な相手、意地の悪い人っていう存在っていうのもいるわけなんだけれども、まあ厳しい態度で臨みなさいっていうなんか力がね、こう3枚見てるとすごく伝わってきますね。皆さんね、ご視聴ありがとうございました。もう本当に久々のね三択占いでしたが、ご視聴ありがとうございました。まあ、なかなかリッキータロットもちょっとなかなか最近こう更新できなくなってしまってるんだけれども、ちょっと頑張って、やっていきたいなと思ってますのでね、ぜひチャンネル登録そしていいね励みになりますのでよろしくお願い申し上げます。ご視聴ありがとうございました。リッキータロットリッキーでした。それではまた、バイバイ。